山6丁目にある京王電鉄京京王王線の駅である京王ライナーと特急を除く全列車が停車する。京王東管区所属。駅番号は52。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2010年のバリアフリー化工事により地下に存在していた改札口を地上階に移動した。駅舎は新宿より上り線の北口。 同じく新宿より下り線の南口、調布よりの西口の3カ所で、西口は地下、北口と南口は地上にある。過去に東口として使われていた地下通路は南北自由通路となっており、エレベーターが設置されている。トイレは上下ホームに各1カ所設置され、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレも併設されている。 慶応では2000年代後半から約半数の駅を地上駅舎から京上駅舎に改築する工事を行っているが、当駅では京上駅舎化は行わず、駅構内の改築工事を行うのみとした。1957年までは、島式ホームに目に温線を有していたが、利用客増加による編成増結に伴うホーム有効長延伸のため、対避線は撤去され、その代替として、 金子駅の配線を、島式ホーム一面二線から、島式ホーム二面四線に変更した。準特急、急行、区間急行、快速停車駅であるが、環急接続や、通過電車の対比は、筒じが丘のほか前後の桜上水や、八幡山で行っている。なお、京王線の高架化計画では、当駅の二面四線化が計画されている。 2020年度の1日平均乗降人員は6万1848人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。駅の北側、南側とも比較的規模が大きい商店街が広がっている。また、東口に隣接して設置されている踏切は、ラッシュ時には開かずの踏切として、 たびたびテレビ番組などで取り上げられる。北口、南口ともに、駅出口から2分、内市3分ほど歩き、商店街を抜けた道路沿いに停留所がある。北口千歳カラス山駅停留所、南口駅開設当時のカラス山は、駅所在地が北玉郡千歳村の大技カラス山であったことから。なお、現在も同じく、千歳の地名を関する千歳台地域や小田急線。 首都瀬船橋駅へはバスが運行している。ありがとうございます。